ストーカーになる人の特徴は過去の愛にしがみついてる人ですよね。僕は人生は水泳競技と同じだと思ってる。ターンを決めるときにはチャンスです。その時には過去の愛を思いっきり蹴って次の未来に泳ぎ出す人が早く次の扉を開くことができる。でもカウンセリングして気づきます。なかなかターンを切れないで壁のプールの壁にしがみついて文句ばっかり言ってる人、また過去の愛を重りに変えて全然泳げなくなってしまってる人多いですよね。あなたは過去の愛を浮力に変えるのか、それとも重りに変えて未だに溺れたまま下手な泳ぎを続けるのか、さああなたはどっちだ。